上マシンヘッドと呼ばれるこのウイルスはミクロ技術によって生み出された機械部品で構成されており、驚くべき速さで繁殖しています。このウイルスの正体は未だ解明されておりませんが、何者かによって作られた人工ウイルスということだけは確かなようです。しかしながらこのウイルスは破壊不可能だというわけではなく、事実、今年初めにはカナダのモントリオール上空で行われた核爆発のウイルスの一部が発見されました。このウイルスに本格的に感じないため、もはや地球規模で解決しなければならない問題となっております。私はコンピューターサイエンス博士のキンバリー・ストライド。日夜ウイルス抗体の発見のため研究に明け暮れていた。2007年以来、地球上はマシンヘッドによって作り出されたウイルスに覆われ、人類のほとんどがこのウイルスによって滅んでしまった。私のアシスタント、オービル・マッキャンドル、いいえ、間抜けのオービルといった方が適切かしら。彼と私は地底深くに作られたこの小さな研究所で、なんとかウイルスを撃退する方法を生み出そうとしていた。そして私たちはとうとうマシンヘッドのコアの場所を突き止め、また通称ボーバルブレードと呼んでいる戦闘用ホバークラフトを完成させた。しかし一つだけ問題があった。このボーバルブレードを操作するには洗練された人工知能が必要であった。つまりウイルスのコアにたどり着くまでの過酷で危険な道のりを乗り切れる能力を持つ知能が。そこで私は自分の知能パターンを暗号化し、 CPU のアップグレードに使用した。そしてその CPU をボーバルブレードの制御システムに移植することにした。ところがオービルには別の考えがある。私は全く身動きができず、頭は死ぬほど痛かった。あの間抜けが明らかに知能を手に入れたようだ。残念なことに、私自身の知能を。私に選択の余地はなかった。あの間抜けが自動起爆装置のボタンの上に指を乗せていた。私は化け物の胸の中に飛び込んでやる。